そのうちの一人がお前やで。コンボラスかい。ロビンソンさん、ロビンソンさんも絡んでるらしいよ。ロビンソン勘弁しよう、やめてよ、もう訴えられんじゃん、ロビンさんに。俺ロビンソンさん分かれへんねん。ロビンソンさん仲良かったじゃないですか、僕と。それどっから聞いたんて。とあるリスナーさんがね、配信上のコメントで、もともと多分政治のリスナーさんやねんけど、私は今な、3個もらすかい。私は今政治の元を離れたから安心してて、でもお前は近々暴露されるからって。で、俺はそんな別に大したことの大したことやるLINEしてへんけどって。じゃあ大したことなかったらね、配信上でLINE見せれるでしょって。脅し、これ訴えるそいつ。いや、知らん。それを言ってたんが、昨日5、600人おって一人だけがずっと言っとって、それを一人だけが。そうなんですよ、コメントがあったんですよね。いや、みっちゃんが暴露すんちゃうで。みっちゃんが暴露すんじゃなくて、そういう情報がお前の LINE のやり取りのスクショとかが全部流出してるから、お前暴露されるから気をつけろみたいな。2、3日後に。女の人なんかな、それ。いや、みっちゃんそんなせえへんよ、普通。みっちゃんそんなせえへんねん。だから3日、13日、今日何日、13日暴露配信があるらしいからね、誰かが。じゃあ日付変わって12か。忙しいよ。見られて やばいライブないけどなって大して。見られてやばいライブが。そんな LINE なんかせえんけどな、まず。そんなんよりね、借用書の方がもう忙しかったのに。これ借用書とかもプリンとかカールとかで忙しかったのに。その話政治は知らんねんと思うでしょ。そこはそこまで知らんねん。それをコメント上で言ってきたから、と思って。だから この放送を見ているふわっちのリスナーさんたちは大忙しを。明日もね、明日もあるし、明後日もあるし、絶対に見てくれよな、配信。政治が最近元気ないやろ。これ誰かポンプしてんかな、リスナーが。アホみたいに、バカリスナーが。明日は事件っすね。明日は光一さんの安否確認入るかな。みっちゃんそんなんせえへんと思うけどな、俺。なんか政治のガチ恋さんがなんかやってそうな気がするんだけどな、俺。そんなんなんか言ってきてる時点でなんか悔しいかしらけど。
元気ないかな、政治。うん、あの、オゼンピックやってからで元気ないの。多分。オゼンピック。あれ打ってからなんか元気。あ、いけたわ。この人ね、前にずっと昔に大阪オンドラーズのパーカー作ってくれた人やわ。うん、確か覚えてるわ。一応 LINE の QR 教えてくださいって送ったんやけど、あの返事返ってけへん。K さんの LINE って、K さんの LINE じゃなくて、あなたの LINE が知りたいよね。前進まへんね、これ。ああ、なんか結構いろんな相談来てたわ、この人から俺。なんかね、前回の相談が2022年の8月22日ね。うん。あ、送って送って。で、その時の相談内容が、私は今配信者に脅迫、誹謗中傷、個人情報、名誉毀損されてます。関係ない娘までも雑談たぬきにさらされました。この話を01に相談したんだけど、よければ配信外で相談乗ってもらえませんかっていうのが、これ去年来てんの俺。うん。これが雑談のね、写真ね、来たんやけど、こういう風な、これ知ってる人おるんかな。知ってる、これに何回も相談して何回も同じこと。あ、そうなん。いや、釣りじゃん、この人は釣りじゃないと思うで。話聞かな分かれへん、俺もちょっと返事しようないもんな。5853な、585585。どういう内容で、お金貸して、それがいつ貸したかね。で、名目ね、どういう風なことを言うてきてお金貸したんか、そんなん聞きたいんけど、俺 LINE が来てないねんな。投げ師さんちゃうの、この人。うん、多分投げ師さんやね、この人。うん、何回も相談し、養分市民で相談して同じことを繰り返した。何、同じことで。そこも分かれへん。ちょっと俺もそういうのあんま知らんからさ、この人自体が。養分のリスナーさんかな。いや。あ、QR の貼り方分からない。片輪が NG ね。片輪。片輪が NG ね。アンダーマーなってるね。片輪で NG な、あれ。
肩割って俺初めて知ってんけど俺QR、LINE のマイ QR コードから自分のあれスクショして、で、Twitter に貼り付けるんですけどね。スターライトこれ。スターライト集まり来たかこれスターライト。怖っ。あ、俺の QR 送るか。うん。マイ QR コード。マイ QR コードこれ。これ送っていいか。で、今送ったんでこれをあれしてくれたら、登録してくれたら、それか電話番号でも OK よ。電話番号でも。よいしょ。ワッチ少な人口やば。何これ、野田さんまでやってんやん、ふわっちま、来たかな。今マッチで待機。わかるかな、 LINE の QR のあれ送ったけど、一応LINE の QR の登録の仕方は分かりませんとか言い出したらもう罪な。ゲームセット、年配の人かな多分。もう字幕つけ、まあこれ話あるねったら字幕つけるけどさ、うん、この人の前からさ、前 DM もらってる。これ次放送つけてもあれちゃん集まれへんよ、そこまで300人で終わんちゃうのこれ。どうなん、2、300人で。もう明日にするかこれ。ちょ、レスポンスがちょっとあまりに悪すぎて。無理やんなこれ。来たわ。とりあえず次つけようか、一回放送つけるわ。オッケーオッケー。で、一回タコタコして、もう一回次、次枠ね、事件です。
起きてよ。事件ですよ。事件ですよ。起きてくださいよ。おねんねリスナーさん、事件ね、自爆いくよ。次枠ね。じゃ、一回切るね。あ、投げ忘れない？大丈夫？投げ忘れ。じゃ、付け直すわね。タコタコ